はい、はい、はい、はい。え、安倍晋三元総理のですね、はい、慰霊碑、え、本日除幕式行われました。え、本日ですね、除幕式が行われまして、え、安倍さんの慰霊碑、え、完成の発表がですね、ありました。え、今日からで、今日からというか、まあ明日からかな、時間的にね、え、明日以降ですね、え、ど、どなたもですね、この慰霊碑にですね、参拝できる状況が整いました。え、そしてですね、あの、喧嘩台ですね、喧嘩台、あの、お花をですね、どうぞとこう、あの、喧嘩台ですね、え、喧嘩台の方もですね、え、7月の8日と、あと7月の9日、8日と9日、 え、二日間設置をされることがですね、確定しました。時間は、え、九時から五時ですね。で、場所の方はですね、ちょっと混乱を避けるためにですね、え、まだ発表となっていないはずです。確かまだ発表となってないはず。おそらくですね、おそらくだよ、予想だよ、予想なんだけれども、え、今回のこのですね、あの、慰霊碑え、流行費ですね、この慰霊碑のですね、多分近くになるのかなと僕は予想してますけれども、え、まだどうかわかりません。で、今回ね、まだね、マスコミの方では発表になっておりませんで、え、高市さんのツイート、ね、高市さんのですね、ツイートを皮切りにですね、え、この状況 内内に知らされていた関係閣議がですね今一斉にですねこうツイートをですねしてですねとこの、ね、慰霊碑の完成をですねお伝えをしているところでございますので僕の方もですね動画でですねちょっとお伝えさせていただきたいなと思いました動画を作ることをしましたどうもみのくまさんでございますはいそしてですね まずですね、この慰霊碑ですね、あの本日の午前中かな、午後すぐくらいかな、えっ、ー、と、高市大臣とですね、あと佐藤慶議員ですね、佐藤議員はですね、あの安倍さんが亡くなられた時ですね、一番そばにいらっしゃった方です。えー、今回本当にね、佐藤さんには本当に感謝をしたいと思ってます。もう本当にね、ご遺族を除けばですね、おそらくは一番辛い立場であられたんですよね。ワンチャン犯人扱い。そして安倍さんを助けることができた立ち位置にいたにも関わらず、お前は何をやってたんだとかでも心ない言葉をですね、山のように。 山のように浴びせかけられている中ですね、それに関しては反論もせずですね、黙々と安倍さんの慰霊碑の混流にですね、力を尽くしてくれました。 本当にこれは、もう本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。はい。え、そうですね。慰霊碑に関してなんですけど、場所はですね、こちらでございます。えっ、ー、とですね、この、三笠霊園、あ、慰霊碑ね、このね、なか、えー、奈良県内にあるですね、えー、三笠霊園に、えー、ございます。この地図ね、あのね、えっ、ー、と、概要欄に貼っておきますので、もしあの、参拝されたい方はですね、この地図を元にですね、あの、いらっしゃってください。確かね、島佐根さんというあの、有名な武将いらっしゃいますよね。あの、島佐根さんのお墓の近くだったような気がするんだけど、まあ、あの、なまあ、この地図を見れば一目瞭然でしょう。あの 三笠霊園というところでですねあの管理をしてくださることになりましたのでえぜひ行ってください、えー、そしてですねえーとね確かね参拝できるのもがですねえっ、ー、とあれかな俺自分のスイートどこ行ったかわかんなくなっちゃった あ、自分のイートどこか行っちゃった。まあ、いや、まあ、自分のイートはいいか。ええー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、明日からですね、確かね、朝の8時か9時くらいからですね、霊園開いておりまして、で、17時に閉まるという形でございます。あの、もしかしたらね、もしかしたらですね、あの、混雑が予想されますので、えー、無理に明日とかに行かずにですね、えー、もう、もう、もう、慰霊碑できたからさ、慰霊碑できたからさ、あの、一度も行けるっていう状況が整ったからさ、あの、行ける時にですね、あの、行ってください。あの、僕も必ず行きたいなと思ってます。えー、そしてですね、あの、喧嘩代ですね、喧嘩代喧 の8日と9日の2日間ですね設置をしてくださいますえ午前9時から午後5時ですねで8日に関してはですねあのお越しいただいた皆様のお気持ちを大切にさせていただきたいのでえ時間はですね過ぎてもお並んでおられる皆様の喧嘩はお受けさせていただきますと、ね、だから夕方の5時の時点でですね並んでいる方の喧嘩はですね全員できるという話ですそれ以降並ぶのはですねちょっと運営上混乱をきたすのでお控えいただければと思いますということだそうですそしてですね2日目のですね9日ですね日曜日はですね花供養のため、えー、午後5時をめどにですね ね喧嘩は一旦締め切るという形のようでございます。まあ,あのね並んでる方のお花全部お受けしたいんだけれども花供養等々ございますのでえちょっとその辺はご理解くださいということだそうです。あのご理解賜りますよよろしくお願いしますとあの運営のですねあの新澤さんの方からですねあのツイート流れておりますのでこれも合わせてですねお伝えさせていただきます。はい、えー、ということでですねこれねあのなんだろうなあの慰霊碑に関してはですね、えー、現場に立ちたいという声もですねやっぱりたくさんあったんだよね。で気持ちはすごくわかるんだけれどもまあいろいろとね奈良のですね事情もありましてですねあの現場にはですね。 今、えー、え、慰霊碑ができるという話はですね、今のところございません。うん、だからそこのところもね、ご了承くださいということだそうでございます。え、そしてですね、今回ね、あの、慰霊碑のですね、混流にですね、もう全身全霊でご、えー、ね、あの、力を尽くしてくださってこのお二人がですね、えー、会長、そして顧問になりまして、安倍晋三元内閣総理大臣、感謝と継承の会、ならというですね、あの、団体が出来上がっております。その団体のですね、ホームページもございまして、えー、今回のですね、あの、混流についてですね、慰霊碑の混流についてですね、あの、文章ありますので、これは 読んで終わりたいなと思ってますでこのホームページはですね、概要欄に貼っておきますので、見てください。このホームページに。 さっきのですね、あのアクセス等々もございますので、これを見て言っていただければなと思います。ほんでね、俺この文章を読んでさ、正直なんかこう、ぐっと胸に来るものがあったんですよ。あのね、自民党という言葉が一つもないんですよ。で、これはね、あの自民党が今叩かれてるからですね、載せないようにしたとかそういう話ではなくてですね、あの自民党だろうがですね、あの立憲民主党だろうが日本共産党だろうが維新の会だろうが、安倍さんの魂は日本人全員でですね、受け継いでいくべきではないのかというね、思いが現れてるような気がします。あの、この文章を作った方の話を私全然伺って これ勝手な私のあの解釈なんだけれども、自民党とかですね変な党派をですね思わせる言葉っていうのは、ですねどこにもないどこにも載ってないんですよ、それは安倍さんのこの気高い魂を全日本人で受け継いで言っていただきたいなという、ですねこの思いの表れかなと思ってます、この文章を読んでですね、はい、終わりたいなと思います。はい、安倍晋三元内閣総理大臣感謝と継承の会なら えー、えー、え、え、混流、え、え、流行比だね。流行比混流実行委員会という形です。はい。え、安倍晋三元内閣総理大臣、感謝と継承の会なら、 あの日、最大事で起きたこと、令和4年7月の8日、金曜日午前11時31分、元内閣総理大臣衆議院議員安倍晋三氏は、第26回参議院議員通常選挙での応援演説のため、奈良市最大事の地にて弁を振るっていた。その時一人の青年が背後に飛び出して、いきなり手製の武器を使って銃撃をした。一発目の銃声から間もなく二発目の銃声が響き、安倍元首相はその場に崩れ落ちた。そのそばにはですね、候補者のほか、応援に駆けつけ

世界中でですね、あの、民主主義や民主政治が危機的な状況にある中で、私たちが自分たちのことを決められる、そんな当たり前を守り続けるために、事態へどんな思いを紡いでいくべきなのか、え民主政治の根幹であり、暴論で戦う、言論で戦うですね、選挙で、えー、自らの政治的な主張を実現するために、暴力を駆使し、甘伝え、人一人の尊い命を奪うことはあってはなりません。先人たちの血の滲むような努力や積み重ねが、今日の暴力による言論封殺を許さない、民主政治の形を作ってきました。 このような惨劇を二度と繰り返さないために、えー、そして政治が未来、英語を私たちで決められるものであり続けるために、私たちは暴力を恐れず、ひるまず、言論の力を信じ、戦い続ける。これこそが私たちが時代へ紡いでいきたい思いです。えー、石碑の名,名称を、流行碑とする、えーえー。で、安倍晋三元内閣総理大臣、感謝と継承の会、えー。これ事務局はですね、高市さないさんの事務所になっています。もう連絡先もですね、電話番号も載っているので、えー、何か問い合わせ、まあ、あんまりね、あのね、あの、薄い問い合わせ、 ではそれ連絡をするとですね、高市事務所混乱すると思いますので、あのちょっとどうしてもですね、何か連絡をしたい場合だけですね、高市事務所に連絡をしてあげてください。一応連絡先ははっきりと載っております。はい。えということでですね、ちょっとね、あのかなり長くなる予定ではなかったんだけれども、本日ですね、あの佐藤議員とですね、高市大臣の立ち会いのもとですね、安倍晋三元総理大臣のですね、流魂碑移霊碑のですね、えー、除幕式が無事取り行われました。明日以降ですね、えー、一般人もどなたの方もですね、あの霊園が空いている時間はですね、あの参拝することができます。 ので行きましょう、えー、僕も行くと思います。えー、ちょっと僕はでもい一瞬行ってすぐからと思います。もうさすがにね、この、うん。 慰霊碑を前にしたら僕多分ね、ずっと崩れ落ちて泣いてしまうと思うので、僕は一瞬によってですね、あの、すぐ帰ると思いますけど、行かせていただきます。そしてですね、何度も言いますが、喧嘩式はですね、7月の8日と9日でございます。場所はおそらくまだ見て、場所はおそらくまだ見て、混乱を避けるためにですね、ちょっと場所の発表遅れている状況でございます。えー、で、ただですね、たぶんだよ、俺、俺、これ、俺の嘘だよ、多分あの、慰霊碑のすぐ近くだと思いますので、えー、まあ僕も行きますし、えー、みんなもね、あのね、あの、静かに、静かにですね、あの、弔いましょう。 はい、ということで,です、ね、あの私の方からにはなりましたけれども。 安倍さんのですね、あの、流行費ね、慰霊日の発表、除幕式、今日無事取り行われましたので、ちょっとお伝えさせてもらいます。で、マスコミ関係者はですね、今日入っていて取材をしているんですけれども、あんまり多くね、大きく取り扱われない可能性がございますので、もしよろしければ概要欄のツイッターとかですね、この動画でも構いませんけれども、あの、ちょっとですね、あのー、ね、安倍さんのね、慰霊日できたよって、で、献花台のですね、設置もですね、あの、もう決まってますよと、日取りも決まってますよと、場所が決まったらまた改めてお,しお伝えしま、してくれるみたいですよという形を ですね。えー、どうなんか皆さんにですね、拡散していただければと思います、えー。では熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。